去年は10打数の4安打、セカンドの三森、二塁を選択、二塁アウト。これ二塁でアウトできた大きいですね、セカンド正面、ダブルプレーになっている。初球を捉えて打球は抜けない、セカンド三森、ワンアウト。打球にあまり勢いはありませんでした。バットの先です。セカンド回り込んでいく三森、踏ん張って一塁へ。先頭バッターを抑えました。クロスに投げてきました。足元を襲っていきますが、バックアップ三森、踏ん張って一塁へ。ちょっと打たれてるところもありますから、いい当たりですが、セカンド打ってしまうと本当に変わってくるんですね。ピッチャーゴロは今度は抜かれた。お、ここにセカンド守っていました。一塁は間に合った、アウト。三森がシフト敷いてました。はい、もう1、2回出てますからね、ただちょっとファンブルしましたけどねピッチャーの足元を抜ける当たり、セカンドを飛びついた。そうですね、ナイスプレー。かわいそうだね、三森でも、いやー今のもね、はい、まあ、ちょっと泳ぎ見ですけど、一緒に捉えてますから、いやー三森ナイスプレー、今日はレイを助けてますね。変化球を追ってライナー、セカンド三森、強い当たりを放たれましたが、三森がしっかりキャッチ。まだ三塁は踏ませていないピッチング。セカンドの左回り込んでいます。この1から1に送球、左ピッチャー投げてきます。セカンドを追いつきます。押しかけてきましたけれども、鈴木大地セカンドゴロ、ワンアウトランナー二塁です。落ちる球拾うようなバッティングですが、セカンド三森、おっと追いついたか、よく追いつけました。最後は軽くジャンプをして後ろ向き、よく取りました。これは三森のファインプレーでヒットを防ぎました。よく打ってきます。セカンド深い位置にいました三森、いけるかどうか。はい、打球はセカンド三森が取っています。セカンドライナー、西川もしっかり捉えた打球ではあったんですが、ここで三森がタイミング、どういう形のボールを投げるのかなというね。先頭バッターよく追いついた、踏ん張って一塁へ。よく追いつきました、三森ナイスプレー。先頭バッターの愛と封じました。外は拾った、セガのジャンプ、三森のグラブの中でした。セカンドの三森、よく追いつきました。2回の裏イーグルス同点のチャンスでしたけども、和田が踏ん張っています。ここもランナースタートを切ってセカンドが取った。よく取りましたね。そうですね、今日の三森はしかしファインプレーが今日ね2つ目ですが、これもよく取りました。このプレーは大きいでしょう。難しいですよこれ。落ちるボールセカンドジャンピングスロー、一塁はファインプレー、三森の好プレー。両チーム初回からいいプレーが出ます。詰まりながらも、しかしここは三森のファインプレー、センターに抜けようかという打球、ツーアウトランナーありません。序盤3回ストレート、セカンド三森回り込んでジャンピングスロー、一塁さあどうか、一塁はアウト。ここも三森のファインプレー、取ってからの送球も正確でした。この3回バファローズは三者凡退0点、ゲームは序盤3回終わっています。2対0、ホークスリードは2点です。打って三森一塁送球、これで2アウト。昨日もありましたけど ね、はい、ね、軽やかですね。福田宗とね、2人ちょっと詰まらされてますね、はい、ね、